スポーツバーカーズをご覧の皆さん、こんにちは。ナビゲーターの田中大輝です。今回もメディア界の方にお越しいただいております。前回は、ね、スポーツ新聞ジャイアンツのこと様々聞きましたけれども、今回はですね、ウェブメディアに関しても伺っていこうと思います。長崎さん、よろしくお願いします。長崎さんもスポーツ新聞、あのジャイアンツ担当だったんだけど、今フルカウントというウェブ媒体に行ったで、ここは皆さんにどう伝えてるんですか？話せば3時間ぐらいかかってしまうのでかいつまんで、はい、あの伝える時のケースでいうと、自由度が高いというか、やりたいことがもっとできるっていうところが一番ですかね。もう皆さん、ニュース何で読みますかって言った時には、はい、もう携帯、スマホ、はい、タブレット、パソコンになるので、はい、もっと世の中に届けていきたい情報っていうのが僕の中ではあるなって。少年野球の世界って今どうなってるのとか、はいはいはい、女子野球の世界ってどうなってるのとかっていうと、どうしても新聞では大きなスペースを使ってまでできない団体の方たちも、お金を払って広告出稿しないと記事ができないというような状況なので、いやいやいや、野球界をこれから支えていかなきゃいけないのは少年野球と女子野球、もしくは保護者の皆さんじゃないかっていうのもあって、はい、うん、そういう人たちにもっと有益な情報を多く届けられるのはデジタルだなって思ったんですよね。 なので既存のメディアでいっぱいプロ野球の記事とかは出るので、そちらはお任せして、はい、僕らはそれプラスもっと世の中に届けたい、届けるべき情報というものをデジタルで届けたいなっていう思いがあって、うん、ちょっと1年おきしてデジタルに行ったっていうのがありますね。まあ、もちろん既存メディア、テレビ、ラジオ、新聞っていうのはもう今のメディア界を支えてきてくれて、ファンもたくさんいらっしゃいますけど、僕もその今まではテレビは天気予報の時間までみんな待って見てたわけですよ、うんうんうん、ただ今はもう朝起きるとポップでスマートフォン上に天気が勝手に入ってる、はい、でリクエストもしてないのに住んでる場所を選んで天気がもうその日分かる、うんうんうん、ってなったら朝テレビ見る必要はなくなってくることは確かですよね、うんうん、ただテレビ、まあ新聞もそうですけど、やっぱり歴史があって技術ノウハウがあるので、まだ確立されていないウェブデジタルのところには技術ノウハウっていうのは足りない部分があるんですよね、うん、ではそのトップのスキルをこっち一回持ってきて、ここを大きくさせたらまたこっちに戻ってきますよね、うん、はい、っていう考えで僕は一時本気で退社したんですけど、はい、それはどうですか？同感です、はい、まずその時差の話でいうと、メジャーリーグは特に典型的ですよね。そうですね。もう新聞開いたらもうライブ前の情報が出てるとか、はい、下手したら国によっては 1.5 日分先のスポーツの結果が紙面に出るっていう時代で、はいはい、もう大谷選手がホームランを打ったらもうプッて通知が出る時代なので、そういうスピード感っていうのは同様に感じています。新聞に書くテキストの記事とウェブ上に出すスポーツのテキストの記事ってやっぱ違うんですか？テイストは。テイストは似てる部分もありますけど、はい、もしもこの仕事を目指してる方がいらっしゃるんだったら、もう全然違うと思った方がいいかもしれないですね。生き物が違いますか？はい、違いますね。新聞はやっぱり体裁があるんですけど、ウェブはやっぱり自由です。自由があって文字数も自由です。デジタルの記事って読料率もすごく売り上げに関わってくるんですね。なので長すぎてもダメなんですよ、はい、でも短すぎてもダメなんですよ、はい、なのでそのちょうどいい頃合いのちょうどいい分量の原稿をいかに抑えて、さらに言うとその記事に関連した記事を読んでもらう、はい、うちの媒体にはこんなものがあるんだよ、あ、ここの会社のこの記事は面白いな、じゃあ次の記事どんな記事があるんだろうっていうような誘導するような書き方とか、ちょっとテクニックとして必要だったりとか、よくスクロールしていくと下に関連記事があるじゃないですか、あれも非常に大きな収益収入につながっていくところなので、いかに次につなげていくかみたいなテクニックもちょっと原稿の中には散りばめなくてはいけないので、そういったところも注意して書いていったりするので、そこにちょっと違いはありますね、うん、あと僕はすごく感じるのは、まあ、今ねデジタルでウェブメディアがたくさん乱立している状態で、ね、はい、ね、草が生えてるんで、あ、ここの草抜いてみようかな、見てみようかなってなかなかこう出なくて、こう埋もれちゃう可能性もあると思う。その辺はどう思ってますか？埋もれないようにする努力は日々してて、編集部内でも分析をずっとしていて、
この時間にこの記事を出そう、この記事はこの時間に出しちゃダメだとか、このタイプの記事はこの時間だとかっていうのは、はい、もう日々みんなで議論し合いながらやってて、うん、正解がないんですよ、はいはい、ちょっと土日だから今日は出社してる人が少ないだろうから、この通勤なしの時間帯の原稿の時間帯を外してみようとか、そういう風にやったりとか、今夏休み入ったからとか、一番分かりやすかったのは人気ドラマの時間帯とかはちょっと原稿外してみようかとかみんなどうしたらその僕らの半沢直樹の時間帯外そうと、僕らの読者層の、例えば読者層のこの記事の読者層の時間と、この人気番組、バラエティーもそうですけど、はい、この人気番組の時間がもしかして同じなんじゃないかな、ターゲッティングが同じだ、同じなんじゃない、結局結論は出てないんですよ、はい、なんじゃないかなっていう推測でこの時間を外してみようとか、うん、いやこの時間は簡単にライトに読める記事を出した方が読まれるんじゃないかみたいな分析はもう日々してて、うん、その正解が次の月に変わってることも多々あって、そういうのはいつも話し合ってやってますね。なるほどね。埋もれないようにするために、うん、フルカウントというメディアのこう、はい、得意性、他と違う、はい、で各新聞、スポーツ新聞社でさえもうメディアはウェブでいっぱい出してるじゃないですか。そうですね。でもジャイアンツ、同じジャイアンツを取材する、はい、ね、同じ女子野球を取材するも、こう何が違う、はい、どこを売りにしてらっしゃいますか。あとはスピード感ですね。スピード感ですか、はい、やっぱり新聞は締め切り時間に合わせて記事を書くもので、会社によってウェブファーストっていう会社もあるとは思うんですけど、やっぱりお金を払って買ってくれる読者さんが多分一番大事だと思うので、ペーパーがファーストだと思うんですよね。なので僕らはもう速報性を大事に考えて読んでくれてるお客さんもいるので、やっぱりスピード感は持ってやって、そのスピード感とクオリティ両方を求めてやっていくっていうのが売りかなと、うん、なんかその、ね、ウェブメディアでスポーツの現場にいらっしゃる方たちを見てると、まあ、既存のメディアの人たちを比べた時にこうマルチ性、何でもできなければユーティリティじゃないとダメなんじゃないかなって思うんですけど、うんうん、その辺はどうですか。僕らの感覚だと、ただ記事を書いて出せる人は会社としては必要としていないかなっていうのはありますね、うん、まあ、もちろん自分も最初は取材して記事書くことしかできなかったですけど、そのデジタルの得意性だったりとか、その辺もしっかり把握しながら、いや今このタイミングだったらこういうものが必要なんじゃないかなとかって、うん、この時期だったらこういう記事が求められるんじゃないかなって自分で動いて、自分で取材対象者を決めて、同じ取材対象者でも切り口を全部変えたりとかするとか、そういう切り口ですよね、はい、切り口、タイミングをしっかりと測れる能力っていうのはやっぱり必要かなと。最後に、まあ、ここに来ている TSR の皆さん、まあ、20歳前後の皆さんが、ウェブのライター、新聞のライター、スポーツメディア界に行くために今やっておいた方がいいことってありますか。今やっておいた方がいいことは、はい、間違いなく言えることは正しい日本語の使い方ですね、はい、アナウンサーも同じですかね、はい、なぜかというとウェブ媒体って今無数にあるんですよね。読んでみるともうブログっぽい記事もあれば、はい、もう助詞が使い方が間違ってるのもあれば、いっぱい正しい日本語じゃないものが世に出てあっていますよ、はい、記者の日本語の使い方がやっぱりしっかりしていないと媒体の信用度が絶対に落ちていくと僕は思ってるので、正しい日本語の使い方とか誤表記に気づくような訓練っていうのはまずしておいて損はないかなと思うのと、自分の好きなものがあると思うので、はい、野球でもサッカーでも、はい、ラグビーでもあると思うので、このプレーはなぜ起きたんだろうってその先を見る訓練、取材したいなと思ったらその人のバックボーンとかをしっかり掘り下げて、好きなものが知識にとして植え付けることができれば取材できるので、今のちょっと好きという感度をちょっと高めてもらうような野球とかスポーツの見方をしてもらえるといいかなって感じますね。なるほどね、まあ、いつか TSR さんからもねフルカウントに入ってくれるような子たちが出てくる可能性が、ね、ね、はい、ありますから、この辺り楽しみですね、はい、ぜひ TSR で講義をやっていただければと思いますので、それは田中さんよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。